バンクルに到着しました。泥棒さんのお話です。スリのお話です。こう大使館から結構通達が来るほどに最近多いそうです。もう毎日来られるんでしょうね。パスポートなくしましたっていう方が大使館にやって来られるみたいです。ですのでもう皆様本当に十分お気をつけくださいというご伝言を大使館の方からいただいております。実際はそうなんですが、表向きは国営という形を取っておられます。あとはこの先も都市に必ずあります。バスを止めることもできる近くで。持ってたガイドさんたくさん いたの覚えてますか。昔の米助さん あの隣の晩ご飯行く時のなんか大きなしゃもじしてもご存知ですか。あれなんていう番組でしたかね。隣突撃隣の晩ご飯っていうの番組。チキン、牛肉、豚肉、牛肉で、あとたまにベジタリアンの方もいます。野菜だけ。これは宗教の関係とか、まあ宗教関係のバッテリー